寒い。昨日キラーも寒い鳥肌が見てめっちゃ寒い、やばいよこの、あったかい、めっちゃあったかい、じゃん、けいちゃん、さみえ、今帰ってきたところなんですけどね、外からめちゃくちゃ寒い、気温がだいたい10度ですね。これはね、去年はこんな寒くなかったと思う、絶対に。この寒さはちょっとね、いきなり寒くなったもんね、なんか、待ってよ。常じゃないよ、この寒さ、もう。本当、もうちょっとうろうろしてね、帰ってきたかったんですけど、もう外歩いてる時もずっとポッケに手入れて手が出せないですよね、あまりにも寒くて。で、俺が着てたのは、まあ、この T シャツでしょ？と、上に、ウィンドブレーカー2枚重ね着したけども、寒かった。もっと着込めばいいかもしんないけど、一応風はね、まあ、一応止まってはいるんですけど、それでもやっぱ、で、ちょっともう、とりあえず体を温めなきゃいけないね、これ、そばね、そば食って、ちょっと体温めよう。部屋はっすね、21度ありますけど、部屋は21度あるけど、寒い、まだほら外のさ、なんていうの、この体が冷え切ってんじゃん、それで寒いもん、まだ。あったかい、昨日はお前、ようはもうベッドに上がったり、入ったり、上がったり、入ったり、忙しかったな。うん？もうね、ビビはね、まあ、比較的おとなしいよね、ずーっとどっかに、足元にいたか。昨日はやっぱ寒かったのかな、この子ら。で、ビビがずっと足元にいて、キララが、もう何度も上がってきたり来たりするから、もう布団の中に無理やり入れてね、無理やり入れて、だってもう手がね、まだ動かないですもん。寒すぎて。こんな感じ、硬い。ちょうどさ、部屋の湿度も今、38ぐらいなんで、ちょうど、こうやって、ちょうどいいんじゃないですかね。
こうやって湿度が上がるでしょ、これで。もうね、これだけ寒いとね、もう出たくないね、外に。なんせさ、あまりにも寒いと、こう、やっぱ体が、手もなんか出せないしね、外にね。で、なおさらこう、海辺に行くとさ、やっぱ北風が強烈なわけよ。もう10メートル近い風が吹いてるから、もう、なんていうの、体がもう、どん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 冷えていくわけですよね。これはね、寒いよマジで。だからさ、10度っていう気温が出てる時にあの北風がビュンビュン当たるのは、多分体感温度って多分もっと低いかもしんないね、あれ。ちょっと待って、で点火すると、あ、そうだ、ナルト、まあ、いいか、はあ、この辺はすごい今あったかい。湿度がこう、今の換気扇回しない。換気扇回さないのが一番いいね。湿気が。ちょっと食べてみようか。あんまり。硬いな。まだ。でも、あの、年末にね、年末に、年越しそば食べたんですけど、すごいね、茹ですぎたんで、なぜか麺が、なんかあの、ブチ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 切れて、もうびっくりするぐらい短い、こう、なんていうの、こう、3センチぐらいに全部切れちゃったの。なぜかわかんないけど、あれがね、謎だったんですよね。うん、ちょい硬いね、まだね。もうちょいか、伸びたら美味しくないし。こんなもんでしょ。なんか多いな、これ。なんかね、これ一人前かな。ものすげえ多く感じですけどね。これ一人前にしたら多いよな、絶対。これ二人前ぐらいあるよ。でこれ、ちょ、で、おお、ぴったり。8ミリか。命に感謝していただきます。これ食ったらあったのでしょ。
なんか体がね冷え切ってるからね、顎があんま動かない。年明けそばですね、これね。おー、うまい。あったのね。麺が多すぎる。今日皆さん楽しい一日、安全な一日、一分一秒大切に、残り限られた人生を地球のために。どうしたん？たくさん使ってください。どうしたん？おいで、おいで、キラ。
キラちゃん、キラ、キラ、おで、キラ、キラ、おで、キラ、キラちゃん。これ？うん。パパイヤはね、かなりの量枯れましたね。この寒さで。ハワイのあのパパイヤが結構枯れた理由は、おそらく、まあ、その品種でしょうね。寒さに強いとか弱いとかおそらくあるんだと思うんですけど、ハワイのパパイヤの品種がここまで寒さに強くなかったのかなとか思ったり、それか寒くなるともしかすると最初はこう枯れて後で復活するのか、それか苗が小さすぎて、ただかなりの勢いで枯れました。これも勉強ですね。ここ何日間かかなり寒そうなんで、海も気になるんでね、ちょっと着込む量をかなり増やしてみて、もう一回出てみようかなと思います。でも今日は出ない。